妖精は君をツタの張った古い塔の中へと案内した。たどり着いたのは研究室のような雑然とした部屋だ。塔内には誰もいない。埃の積もり具合から見ると人が立ち入らなくなって随分時間が経っているようだ。書類の山にあった手紙からここがルカインという魔法使いの住む塔だと分かった。さらに机の上に残された彼のメッセージを見つけた。ルカインはウォレスという魔法使いの友人を訪ねて、その魔法使いが隠れ住む地下迷宮へと出かけたらしい。妖精は身振り手振りで彼を探してほしいと訴えている。君はこの小さな依頼者の仕事を受けることに決めた。戻ってこない魔法使いルカインを探すために君はウォレスの地下迷宮へと向かう。よし、よし、地下迷宮は魔法によって一夜にして作り出されたと言われている。通路のあちこちに罠が張られ、何者だろうと侵入を拒む危険な場所だ。ほら、何突然、一匹のネズミが走り出て君の手のひらに飛び乗った。魔法使いウォレスの弟子だというネズミは君たちに助けを求めている。師匠ウォレスが不在の間管理を任されていた魔法研究室が異端の魔術師らに襲撃を受けていると、ネズミは甲高い声で訴えた。君がルカインという魔法使いについて尋ねると、小さな弟子は師匠の友人なら迷宮を進んでいったまま戻ってこないと答えた。君はルカインの行方の手がかりを得たが、その前に片付ける仕事ができた。小さな弟子は研究室が取り戻せるなら手段は厭わないそうだ。この通路の先に研究室への扉がある。どれどれ？
生きた。研究室が悪用されたことで実験中の魔法が暴走し生態系を狂わせている。異常発生した変異生物が胞子を拡散し迷宮は菌類の森へと変わっていた。
なに。前にサナギを始末しなければこのままではキリがない。君は迷宮の奥で魔法使いルカインのものと思われる遺骨を発見した。服の切れ端や装飾品から間違いないだろう。彼はここで命運尽きたようだ。君は魔法使いルカインの骨を持ち帰った。すでにルカインは死んでいた。迷える者よ、何の用かな。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ。
よし。よし。いらっしゃい。どれにするの？どれにするの？研究室に入ると、主の不幸を察して妖精が君の周りを飛び回る。盗賊のロニが袋の中からそっとルカインの骨を取り出した。ルカインの骨を見た妖精は悲しむというより騒ぎ始めた。そして君の腕を引っ張って塔の外へ連れて行こうとする。妖精は君をどこかに案内したいようだ。君はルカインの骨を持ってついていくことにした。君が寺院の回廊へ足を踏み入れると、奥から穏やかな声が響いた。何かお困りのようですね。僧侶はそう言って君に近づいた。君はダメでもともとと思いながら、ルカインの遺骨を僧侶に預けた。新たな脈動を与え、渇きを満たし、さまよう魂を導いて、死を巻き戻し、目覚めさせたまえ。祈りは女神に届き、骨の集まりは血肉をまとって再び息を吹き返す。復活したルカインは奇跡に驚いていた。君に何度も礼を言って研究室を訪れるよう伝えた。そうして彼は古い塔へと戻っていった。復活した魔法使いルカインは町にある古びた塔へと戻っていった。君は詳しい話を聞くため彼の元を訪れることにした。古びた塔の研究室には魔法使いルカインが君を待っていた。復活の後遺症のためか、彼は最近の出来事をはっきりと思い出せない。魔法使いウォレスを訪ねた理由を聞いても覚えておらず、首をかしげた。
ルカインはルーンという魔法を研究していて、その魔法は精霊や妖精が深く関係しているそうだ。妖精の友人がいるのはそのためだろうか。ルカインはその友人を改めて紹介した。彼女の名前はティキ。好奇心が強すぎて妖精の森を出た妖精の中でも相当な変わり者だそうだ。ともかく君たちのおかげでこうして一服できる、そう言ってルカインはパイプをくゆらせた。それから彼の所蔵する魔法の品々を見せてくれた。君は今後これらの魔法の品を格安で譲り受けることができる。もし彼の話で気になることがあればここで質問してもいい。さて君は何について尋ねる？ルカインの古くからの友人である魔法使いウォレスは過去に数々の功績を残しており、偉大な魔法使いとして知られている。一つ目巨人の一族を巨大な迷宮に封印して世界を救った賢者であり、かつては魔法使いの塔で若い魔法使いたちの教育にも力を入れていた。また国王の良き相談役でもあり、長く国政を補佐してきた。ルカインはそこまで話して口ごもる。何か思い出せそうだったがダメだったようだ。ふと気がつくと妖精のティキが君の後ろにぴったりとついてくる。彼女を救い願いを叶えたことで君は相当気に入られたようだ。君のこれからの冒険には彼女が同行する。そう悪いことではない。妖精は隠されたものを見つける力があるそうだ。好きにさせておこう。ギルドには王城から君宛ての書簡が届いていた。書簡には速やかに王城に出頭せよとだけ書かれている。うん、戻ったか。来ているぞ。王城からの書簡はおそらく最初からの呼び出しだ。また君に頼みたい仕事でもあるのだろうか。